彼らが武器で私を傷つけるとき、何を感じるのかしら。安心して、きっと大丈夫だから。ここからは一歩も引かない。時間をかけるつもりはない。怖がらないで、同胞たち。すぐに着くから。私を倒す。毛上がりもいいところね。分かった。無駄だ。私が聞いた同国をあなたに教えてあげる。障害をすべてなぎ払うのが嵐の務め。私が先陣を切る。さあ、私を超えてみなさい。いつの日か私たちは暗い霧を晴らし、光が差し込むのを待つ。より良い明日を待つんだ。